チューン日本放送です。ナイツーン The Radio Show。 清水美智子さん、お疲れ様でした。時刻は1時になりました。ハリセンボンの箕輪はるかです。今日7月11日はナイツの日の前日、ナイツの日イブです。明日ナイツの日の中川家ザラジオショーにはナイツ土屋さんと中津川源さんがゲスト出演して、今年の独演会についての話がされると思いますのでお楽しみに。それではナイツの日イブの木曜ラジオショー始めましょう。はい、よろしくお願いします。はい、スミローさんからいただきました。スミローさんね、ありがとうございました。はい、ナイーの日ですね。だから今日はナイツのね、ナイーの日です。はい、はい、ナイーでございますね。お願いします。はい、うん、はい、明日ね、独演会のね話になるのかわからないですけどね。それはあの発表があるからね、ナイツの日に。いつもそのね、7月12日に独演会やるっていう発表してるんです、はい、やらないっていうこともかもしれませんからね。あ、そうかもしれないです。うん、まだ分からない、うん。だから僕だけで行くんですか、明日。そうですね。中津川君と土屋だけで行くのかもしれないですね。まあだから何にもまだ決まってないですから。うん、そう、独演会も何も決まってないですからね。うん、なんで呼ばれたんですかね、二人がね。ちょっとよく分からないですけど。全然分かんないですよ。なんで土屋と中津川源で行くのか、うつ分かんない。どういうキャスティングなんですかね。そうですね。金曜日もね、ね、もう日本放送来ます。で、今週はもう土曜日もありますから。土曜日はまた、イマジンスタジオで、はい、ね。そうだよ。あの、アンダー、アンダーシ、アッパー、アッパーシクシー。アッパーって。アッパーシクシー。アッパーシクシー。60歳以上の賞レース。いよいよ、うん、ついに新しい賞レース、アッパーシクスティーが、アッパーシクスティーがね、始まるわけです、土曜日。楽しみですね。楽しみなんだよ。だからもう本当に毎日日本放送来ますね。そうなのよ。今週。うん、で、日曜日だけ、早坂営業あって、また日曜日は祝日でラジオショー休みなのに、ビバリーヒルズ出ます。ちょっとそれも、うん、それはね、はって感じでしたけどね。毎日ですよ。接骨院にまた有楽町来ますからね、関係ない。知らないです。それプライベートです。あなたがその病院選んだだけじゃん。本当ね、アッパー60はこんな暑い中大丈夫なんですかね。アッパー60はちょっと本当に心配ですよ。心配なのが、はい、一歩三歩師匠っていう師匠が出るんですけど、はいはい、ものすごく今喧嘩してるんですよ。だ東洋館に今出てないのよ。あ、そう、喧嘩の原因で、喧嘩してて、なんかね、うん、連絡取ってないとか、連絡取ってないのだけど、あ、今回一応候補で60歳以上の芸人さんをいっぱい挙げる中で、はい、一歩三歩師匠も出てもらいたいんですって言ったら、まあ一応出る、うん、ということで、だって事務局はすごく心配してますね。本当に大丈夫でしょうかみたいな、ね、うん、だから逆にここで、はい、やっぱり久々に漫才やることによって優勝して、うん、なんですかね、こう仲直りしてもらうというか、うん、そういうことは考えてはいいけど、帰ってこじらせたら、うん、ですよね、いきなりだってさ、もうずっと喧嘩して連絡取ってないのはいきなり賞レースってもう一番危ないよね。でも、やっぱ40年やってる呼吸で俺は絶対いけると思うよ。呼吸にいけます。40年やってるから、それはもう呼吸、ね、うん、呼吸が全然違う。他のコンビは60歳以上だけど、うん、組んで間もないとかだから、ああ、そうね、うんうん、まあビッグボーイズ今回はビッグボーイズはいますね。ビッグボーイズは長いですよね。あとは、まあ、2世代ターボと、高円寺 K、 高円寺 K さんなんていうのはもう本当にコンビ組み立てで、一人はもう60歳以上じゃないんですよ。ああ、そうなんですね。はい、一人コンビの一人だけ60歳以上だったら出れるっていう、まあ、賞レースなので、うんうん、はい、もう一組のその2世代ターボも、うん、2世代でやってるっていう設定なので、一人は40代で、もう一人は、まあ、60代っていうことなんで、うん、そこはやっぱり、なんつうのかな、こう、まあ、基本的にビッグボーイズか、青空一歩散歩の、まあ、戦いが、まあ、そうだね。うん。その二組が負けたら、うん、やっぱっていうことだよね。ね、うん、シャレになるんだよ。シャレになるんだよ。もう30年、40年近くやってる。長くやってるコンビですから。ベテラン、ベテランですかね。っていうことで、まあ、金かけるんですけど、こっちは。この賞レースに？アッパー賭博？ります。どうしようかな。ダメです。ダメですよ。ダメですよ。ブックメーカーやってないですから。やってないですから。僕もやってないですから、そんなの。その仲が悪くなっちゃった原因が、
あの BS 富士で僕らがやっているラーメンデカっていうね、うん、番組があるのね、うん、それであの漫才協会の師匠にラーメン屋さんに刑事の設定で潜入してそのラーメンのグルメレポをしてもらうっていう番組に一歩三歩師匠普通に出たの、うん、その時別に仲良かったのね、うんうん、でその三歩師匠がすっごいグルメなの、うんはいはい、それでとにかくラーメンのコメントがうまいわけ、うん、でそれにちょっと一歩師匠がなんかこうなんかちょっとムカついちゃってたのね、なんか、うん、なんだよお前みたいな、普段あんまり漫才とかそういうのやんないくせにこういう時だけすげえコメントして、うん、なんだよってつまんなくなっちゃったのね、うん、でそれで結構1回目が好評だったから、うん、その次にもう1回2回目呼ばれたの一歩三歩師匠が、うん、そしたらまた三歩師匠がすっごいグルメを語るから、うん、もういよいよ一歩師匠がうるせえなお前さっきから脳が汚れてってそこで切れちゃって、うん、変な空気になっちゃったのね、うん、でそれで進んじゃって気まずいままロケが進んじゃって、うん、最後のお店の時に、うん、なんだったっけ、なんかこう隠し味だっけ、うんうん、このラーメンの隠し味は何かわかりますかって、うんうん、言ったのよその店主が、はいはい、そしたらもうグルメに詳しい三歩師匠は、うん、あこれはなんとかですよねとかって言ったわけ、うんうんうん、そしたらなんかその一歩師匠がうるせえなお前脳がきばっかり垂れてこれはなんとかだよこれはなんか醤油が変わってんだよみたいなことなんか言ったわけよ、うんうん、そしたらあの醤油が変わってる正解だったの一歩師匠の方が正解だ、ね、グルメに詳しくない人が正解で、うんうん、そこでもう三歩師匠がもうなんかうわーってなっちゃって、うん、プライド傷つけられちゃった、うん、そこから口きてる、うん、ちょっと子供みたいだね子供みたいなんで、ね、とても大人の理由とは思えないって喧嘩の理由が、ね、番組なんですけどね、うん、そうだね、うん、テレビ初のやっぱ若手の感じだもんね。そうだよね。1年目とかのさ、うん、そうそうそう。そう、出動ラーメンデカ、うん。あれからはもうあの番組自体がやってなくなっちゃったからね。あ、それで終わっちゃった。終わっちゃったわけじゃないエースの一歩散歩が仲悪いから。あんな仲悪くなっちゃったからさ。エースレポーターの一歩散歩が。本当だよ。仲直りしないと番組も復活しないんじゃないですか。本当に。今回優勝していただいたらラーメンそれがかかってます。ラーメンデカと番組一つもかかってます。面白い番組だから、うん、ね、もう一回見たいじゃないですかみんな。そしたらイベントでもうラーメン食べてほしくなっちゃいますもんね。ねえそうだね、うんうん。本当だよね。うん、でやっぱ夏場のイベントはその去年のあれもねやったけど。去年もあの、岸坂のやつでやったけど、あそこのさ、イマジンスタジオ？イマジンスタジオの外のあの、廊下のところが暑いからね。あそこ暑いか。あそこが夏場すごい暑いから、ちょっとみんな気をつけて。今回は中入れるのかな？やっぱり外から見てるのかな？どうだろう？でもやっぱね、あんまり多くしちゃうと。中なんだ。あ、中。でも入りきれないってこともあるかもしれないですよね。で外から見学っていうパターンもあるから、ちょっとやっぱね、ちょっと熱中症対策そうですね、してほしい。まあやっぱり、なんだろう、かわいそうじゃん、アッパー。60で熱中症になっちゃったらさ、もう見に来た人だってね、うん、アッパー60で熱中症になりたくないね。な病院とかに、うん、言えないでしょ。そこまで何でそこまで言わないだろうけど。アッパー60を何を見てたんですかと思って問診状書かないでしょ別に。一歩三歩しよう見ていて。ちょっとなんか気分が悪くなっちゃって熱中症になっちゃったね。ね、そう。まあぜひね今週の今週はもう70周年。ですから、うん、来週か日本放送 ね楽しみにイベントありますんでということでございます。ぜひ来ていただきたいですね。 あとねあちょっと告知だけさせていただきたいんですけど、はい、8月の20日の火曜日に、うん、ちょっと東洋館で、うん、僕のちょっと YouTube チャンネルの、うん公開収録感謝祭やるんですよ、うん、で一応ね劇団スティックっていう、まあ、この YouTube の中で作った劇団なので、うんうん、劇団スティックによる、まあ、お芝居を、うん、ちょっとそこでミニお芝居をやると、うん、あとネズッチとノブッチのこう対決、うんやります、うん、あと高峰児玉師匠のこうトーク、うん、出るんだ児玉師匠、うん、来ていただく、すごい、うん、なかなか姿は現ない。いや、東洋館の一回も来てない、なんかでも伝説のオファーしてなかっただけで、うん、オファーしたら普通にはいって出る感じです。それでやっぱでもこの自由時間ね4年やってんだけど、うん、一番再生数伸びたのがやっぱ50なんですよ、うんうんうん、だからこう50、ね、うん、50オンステージ今回東洋館でやらせていただきますので、なるほど、幅広いですね、盛りだくさんでございますんでね、うん、ちょっとよかったら皆さんこのチェックしていただければと。なんか明日までなのかな、うん、
ね、明日の夜23時59分までが、うん、チケットの先行受付なので、うん、よろしくお願いします、うん、はい、はるかさん今週は、うん、1週間は、うん、今週はあのいつも福岡の地元チャンネルって番組で、うんうん、だいたい、はい、日帰りなんですけど、うん、ちょっと今回あの前乗りできまして、うんうん、ちょっとあの夜あの福岡でご飯食べようかなと思って食べました、うんうん、あのもうラーメンにしようか、うん、ラーメン以外にしようかまず迷って、うん、ちょっといつもラーメンが多めなんでちょっとラーメン以外にしようかなと思って、うん、そうだね、はい、うん、ネットで調べて、うん、そしたらなんかそのホテルの近くになんか良さげなお店を見つけて、うん、その魚屋さんがやってる食堂みたいなところがあって、うん、で口コミも良かったんで、うん、そこ行ってでいただいてきたんですけど、うん、まあ、そのもう魚握りとかお刺身とかもういろいろあるんですよ、うん、お寿司もすごい悩んで、うん、まず握り6貫行きまして、うん、いろいろあったんですけどちょっと握り食べてから様子見て次考えようかなと思って握りだけまず頼んで、うん、6貫いただいて、うん、あ美味しい美味しいっつって、うん、お寿司ね、はい、でその次にもうちょっと行けそうだったん で、うん、でとカウンターの席だったんですけど、うん、隣の方が一人飲みしてる方が、うん、お刺身を食べててめっちゃ美味しそうだったんで、うんうん、いやちょっとお刺身行こうかなと思って、ね、刺し盛り3種、うん、おお3種、はい、3種、うん、行きまして、うん、でちょっとご飯もちょっとだけあったら嬉しいなと思って、うんうん、かっぱ巻きを頼んで、うんうんうん、で来た時にもう量的にもうちょうどいいなって感じだったんですよ。でもお刺身も本当おいしい、うん、かっぱ巻きも本当おいしい、うん、あもうお腹もちょうどよく帰れるぞって思ってて、うんうん、でほぼ食べ終わる頃に、うん、もうカウンター越しにその大将みたいな方が調理されてたんですけど、うんうん、ちょっとあのサービスでって出してくださってトロタクみたいなやつを赤身のやつと上にちょっとタカが刻んだの乗ってるようなやつを2貫くださってちょっとサービスの域超えてますぐらいのやつ。本当だ、大きいんだ。トロタクだもんね、はい、もうびっくりしすぎて私もうえって声出ちゃいましたっていうぐらいのやつ。サービスじゃないよねそれ、はい、いただいて、うん、ただそのもうお刺し盛りとカッパ巻きで本当あの 100% ぐらいだったんですお腹が。まあ小食だけどね、うん、ちょっと小食だなと思ったけど、もう計画がもう完璧、うんうん、完璧な注文だっていう感じで終えそうだったところに、うん、あのトロタクいただいたんで、うん、その大きいやつ、はい、すごい大きいんですよ。もうえこんな大きいサイズ見たことないぐらいのトロタク2貫いただいて、うんうんうん、そのパンパンの状態で、ね、トロタク食べて、うん、ただめちゃくちゃ美味しかったんで、うん、2貫食べましたけど、うん、完璧な計画がちょっとだけあの、まあ、想定外、はい、想定外にはなりましたけども、うん、ただ福岡のそのサービスの量、うんうん、その質というか、うん、それもすごいなって思いましたね。なるほど、美味しそうだな。でも最高ですね。お寿司もうまいんだね美味しいですね。魚もいいんだからな。でもその今度またそこの店に行った時に、はい、それを考えちゃって8割にしとくかまた難しいよ。これもめっちゃあるのよ。もういつも行ってる居酒屋さんが、はい、もう4回連続で刺身サービスしてくれたから、はい、これどうしたらいいんだろうってなってきちゃって、はい、だからちょっと3種盛りを 2種盛りとかにして、あそう、ね、必ずなんかホタテとかをね、サービスするようになってきちゃって、向こうももう、もうずっとやってるから、多分これ一生やるパターンかな、みたいになっちゃってんだよね。でこれやめてくださいとも言えないじゃん。そう、だから常連になればね、なんとなくこう、分かってくるんだろうけどね。そうですね。うんうん。そうそうそう。この調整ですよね。そう。朝食だとね、まあ、大体何人かで行けばね、うん、あれだけど、うん。そうですね。うん。ただめちゃくちゃ嬉しかったです、それは。ああいう時にね、うん、なんか、もったいないと思うよね。そうですね。それまただって、うん、もう一回サービスがあるって、思ってる。ね
って思われるのも恥ずかしいでしょ。恥ずかしいよね。確かに。次行った時はちょっとカッパ巻き頼まなかったかもしれないですね。そうだよね。そうだよね。カッパ巻きをだったらカッパ巻きは頼んでなかった。はい。それがでもね、向こうからしたらあれ前回よりちょっと頼む量少ないなっていうのが、あれひょっとしてもう一回サービス来ると思ってんのかなっていう確実に思われるよね。可能性もありますね。それは恥ずかしい。それを避けるためにやっぱカッパ巻き頼むしかないです。この前美味しかったのにトロタク巻きくださいっていうのはどう？あ、自分で注文したんだよ。確かに。それいいね。ね。それいい。それいいでしょ？うん。トンチ。トロタクメニューに。一休さんです。一休さん。一休さんなのかな。一休さんかわかんないですけど。トロタクでメニューになかったような気がするんですよね。あ、でもメニューにないけど、この前食べたから、美味しかったですから。そうだね。トロタクくださいって。はい、ください。確かにいいですね、それは。ね。ちょっと常連さん感もちょっと出るし。あ、そうですね。覚えてたんだっていうのもありますね。それやってみよう。ね。ラーメンとかはね、そういうのないもんね。そうですね。こう、すごいサービスみたいなね。餃子とか餃子、まあなんか餃子うまいんだよね福岡って。行きつけとか仲良くなったりとかしたらあるかもしれないね。ちょっとラーメン屋さんとか最高じゃん。福岡の前乗りなんて最高ですよ。本当だよ。毎回したいです、前乗りね。でもやっぱラーメンばっかになりがちなんだ。ちょっとラーメンやっぱ一人ですし、なんかさっと食べれるからいいなってやっぱ惹かれちゃうんですけどね。あと空港でもやっぱりちょっと時間あったらラーメン行けちゃう。そうだね。そうなんですよ。誰かと行けばいいじゃん。スタッフさんとかマネージャーさんとか。あ、そうですね。誘っていただくこともあるんですけど、なんか一人でこう散策したいなっていう時もあるじゃないですか。でもお酒飲まないもんね。あ、そうですね。お酒飲んでたらもっとね、楽しめるかもしれないですね。そういうお寿司の時とかは何を、もうお茶とかなの、やっぱり。あ、大体まあジンジャーエールとか。ああ、なるほどね。ちょっとやっぱそこは炭酸で刺激がやっぱあるんだね。そうですね。なんかでもお茶が多分一番合うんですけど、なんかお茶よりちょっと同じ値段だったらシュワッとさせたいっていう。あるんだ、そう一応。ちょっとあるんです。なんなの、喉越し系頼みたいみたいな。でもまあ水はね、水はタダだから。そうですね。水がタダで、お茶がまあ200円だとしたら、同じ200円だったら炭酸。そうなんですよ。確かに。わかるわかる。お茶をなんか金で買うときなんかもったいないと思っちゃうもんな、なんかいつも。ね。水が、水でいいじゃんってなっちゃうね、ちょっとね。そう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 。そうなんですよ。なんかこだわったお茶だったらいいんですけどね。まあね。そうそうそう。そこがいつも難しいんですよね。難しいよね。あ、メール来てる、メール来てます。うん、バリカタさんです。うん、以前福岡でもつ鍋をいただいたとき、うますぎて鍋をもう一回おかわりしたのですが、大将が最後にチーズリゾットをサービスしてくれました。うん、パンパンのお腹にチーズリゾットは相当きつかったです。うん、ああいう場合聞いてくれたらいいのに、デザートがありがたかったです。サービスをね。サービスは、サービス問題ね。確かにね。まあでも、全然でもそういう時のパンパンでもいけちゃうけどな。そういう締め系のやつとかって、やっぱもうお腹いっぱいってなっても食べれちゃうけどね。なんかね、すげえ嬉しいけど。食べたいっていう気持ちがやっぱ先行しますからね。そうだね。自分でやっぱりこう、計画する人だったらちょっとね、きついよね。なんとなくこう。いや、わかるよ。そのなんかこう一人でね、行った時に、この、なんだ、メニューとか、そのね、もう文面だけで、あれ、頼んだにもかかわらず、来た量がちょうどジャストだった時の、こう、なんか達成感というかね。うん、なんかこう。ある意味賭けだもんね。そうですね。とてもない量のね、刺身の量だったかもしれないけど。わかんない。部分を。特に居酒屋さんとその宮さんとかって量がわからないからね。それをこうぴったり注文した、なんかこう、達成感を崩されるっていう感じはあるかもしれない。だから3人で行った時のポテトサラダの時、少なっていう時あるもんね。ある。確かにある。なんなのあれ？ポテトサラダは、あれだね。むっちゃ多いじゃんっていう時。ピンキリだよね、量に関しては。ポテトサラダの量、全国に統一してほしいぐらいわかんないね。写真も出てないしさ。そう。わかんない。わかんないよね。そうだね。絶対少ないのは梅水晶だよね。梅水晶。どう考えたって梅水晶少ない。そんなに量いけないしね、あれ量いけないね、やっぱり。うん。
山盛りの梅水晶見たことないもんね。ないよね。ないですね。そう、確かに。キュウリのたたきも結構多いなっていう時もありますよね。ああ、そうだね。うん。あと、俺がさっぱり、みんな食べると思って頼んだのにさ、誰も食べない。俺一人しか、俺、この前、キュウリとミョウガのたたきってやつ頼んだのよ。うん、ちょっと近所のおじさん3人飲んで、誰も食べなかったんだよね。で、そのおじさんが頼んだ冷ややっこを今度逆に誰も食べなくて。もう自分、もう、あ、いいでしょ、食べてください。つって、ずっと一人で食べて、あ、いいんですかとか、つって。ありますね。寂しくなりますよね。そうね。なるよね、ああいう時。みんなにやっぱ人気のやつ頼みたいって頼みたいよね。あ、なんかもう、すぐ来る系を、もう、すぐ来る系が、やっぱもう、はい、まとめておいてほしいっていうか。なんかこう、うん、すぐ来る系のもうジャンルをもう一つ作っておいてほしい。揚げないやつはね、結局すぐ来るんだよ。うん、そうだね。やっぱり、あの、煮込んでるやつとかね。うん、角煮とか、ね。お通しがあるかどうかもわかんないし。そうそうそう。そういうその、最初の一杯の時に、うん、あの、もうビールだけの状態で長くいられないのよ。うんうんだから、ある。つまみ食べたいよね。すぐ何かをつまみたいから、すぐ来る系を頼むんでね。それちょっとやっぱ、あの、まとめておいてほしい。早く来る系を。もう、ビールと一緒に持ってきてほしい、なんなら。うん、あと、練習とかお酒飲むときに、うん、水もっていうときの水、今日遅いよね、くんとき。忘れがちだよね、店員さん。そう、忘れがち。あれなんだよ、チェイサー、チェイサーの水忘れがちなんだよ、ね。チェイサー忘れがちだよね、やっぱ、ね。なんなんだろうな、あれ。わかんないよね。それちょっとわかんないです。進まないから。ね。そう。ジンジャーエールにチェイサーつけないでしょ。チェイサーつけないです。ジンジャーエールあるあるなんかあるの？ジンジャーエールあるある。ジンジャーエールあるあるは、うん、辛口と甘口ある時の、辛口はもう辛すぎる。確かに。まあ、いや、そう、辛口とは書いてあるけれどもっていうね。苦手だ、あれ。ジュースだから。言ってもジュースだから。そうなんです。そんなに辛くちゃダメじゃんっていう。逆に喉に悪い気がするもんな、あれ。あるわかるわかる。握り、この間握りでそのガリもついてて、うん、握り食べ終わった後に、ガリ食べて、ジンジャーエール飲んで、生姜しか食ってないじゃんっていう時間がありました。生姜、生姜できてるじゃないっていう。生姜タイムありました。確かに。ジンジャーエールの生姜すぎるやつあるのよ。ある。あれは確かに。自家製ジンジャーエールとかさ、結構あるあるわけわかんないやつあるよね。自家製レモン、レモネードとかさ、どんだけレモン詰まってんだよみたいな。なんか飲みたくなってきましたね。そうですね。あ、今日赤ちゃん来ますね、この後。誤解が生まれるけどね。赤ちゃんが来ますね。それではそろそろ行きましょう。はい。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day.We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!改めまして、こんにちは。ナイツの土屋信之です。花信之です。木曜パートナーのハリセンボン、宮尾遥です。さあ、今週のナイツラジオショーは、うん、歌ネタリズムネタウィーク、はい、しかもね、猫で今日は2人とも、ね、そうなんですよ、うん、ねえ、すごくないですか。うん、一時代が先週トークの流れから、うん、急遽ゲストに決定したタイタンのコンビ、猫に鈴、うん、これはね、赤ちゃんが、赤ちゃんで、はいはい、昨日ね、なんかライブだったから、はい、若手芸人に猫に鈴情報聞いたら、うん、なんかあんまりまだキャラ定まってないんですよね、あの人。あ、そうなんだ。口を揃えてみないと、ね、だってもう、あのなっちゃんも知らなかったぐらい。あのなっちゃんが知らなかった。そう、うん、あの自分のこと鏡で見てて、うん、可愛いと思ったんだって、立野君。それで赤ちゃんになろうと思ったらしいんだよね、ある日。赤ちゃんになりたてなんだよ。だからそれおかしいんだって。赤ちゃんから何かになるんだ、みんな。赤ちゃんになるやついないんだから。でみんなさ、なんかそのまだ首が座ってないトークするんでって言うんだけど、それも意味が分かんない、定義が。赤ちゃんだからそれも意味が座んない方がいいんじゃないの、ね、みたいなさ。どういう状態で来るのかすらも分からない、うん、分からない。この1時代のゲストですけどね、うん、猫に鈴、はい、そして2時代はグラビア写真集も大人気、にゃんこスターの2人が登場です。はい、はい、うん、でスーパーサンスケもグラビア、グラビア出したんですね。え、そうなの。
写真集1枚だけ1枚だけ1枚対抗して作った。あ、そうなんだ。本当に知らないことはもう分からない、分かんないよこれは。知らなくていいことだもんね。そうですね、まあ、本人に聞きましょうこれはね、うん、3時台は青春かなもあります。はい、お願いします。今日も皆さんからのメールを募集中です。ダブルゲストのため特にメールテーマは設けませんが、ニャンコスターや猫に鈴、特に赤ちゃんへの質問メール、さらに番組の感想やリアクションなどメールをお待ちしています。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com まで。 RS はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、うん、メールを送ってくれた人の中から抽選で5名様にラジオショーサインペン黒をプレゼント。メールには住所、氏名、年齢、電話番号もお忘れなく。 X で感想を投稿する場合はハッシュタグナイツラジオショーをつけて投稿してください。それではナイツラジオショー、今日も3時30分までどうぞお付き合いください。まだ売るか決めてないんですけど、僕の車の値段って電話でわかるんですか？はい。車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めてない方も、0120-66-4747-66-4。電話をして、過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私は20年前、息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。先生、先生、赤ひげ先生。早漏 ED 勢力減退。早漏 ED 勢力減退。 JR 大塚駅北口すぐ、赤ひげ薬局池袋大塚店。赤ひげ薬局。こんなところに呼び出してなんだよ。好きな曲が聴き放題。 au スマプレミュージックは音楽もポッドキャストも聴き放題。さらに au スマプレ会員なら追加料金なし。詳しくはスマプレ音楽で検索。音楽が好き。日本道路交通情報センターの和田さん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロの渋滞です。県道道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションを先頭に断続的に10キロ渋滞しています。首都高速道路は横羽線の下りが大師で車両火災のため羽田線の下りの羽田まで渋滞しています。これに伴い下りの大師の出口は現在利用できなくなっています。一般道路の状況です。千葉県の国道296号線は船橋市薬園台4丁目でバスと乗用車の事故のため上下線とも3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました。和田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分。6年から63年に生まれた方、ご確認はお済みですか？小学校で注射を受けた方などは最大3600万円の給付の可能性があります。亡くなったお父さんの分はダメだよね。大丈夫ですよ。でも症状ないからダメだよね。大丈夫ですよ。治ったって言われたけどダメだよね。大丈夫ですよ。確認は電話で話すだけ。お金はかかりません。個人情報もしっかり守ります。案内だけでも聞いてみませんか？無料の案内ダイヤルは 0120-70-7000 番。特定鶴光でおま辛坊治郎です。日本放送開局70周年特別番組、笑顔になあれ乗ってけゴールデンズーム。混ぜるな危険の3人がイマジンスタジオから生放送。事前応募なしでロビーから。日本放送
ナイツザラジオショー。1時台はこのコンビに来てもらいました猫に鈴のお二人です。まずはネタからお願いします。どうも山源盾の出猫に鈴です。お願いします。何やその紫のスーツ着てルマンドかお前。いでー。いでーやないね。お願いします。気持ち悪いつかみだ。いや、ちょっとお正月っていいよね。お正月、夏やのに今。うん。お正月でさ、みんなで集まってご飯食べるのとかさ、うん、好きでさ。な。うん。で、今年も帰ってね。あ、今年も帰ったんや。したらね、うん、もうね、ずーっとね、歌ってんの。ずっと歌ってる。うん。お前が、なんで？お年玉、お年玉。え？今年はいくらもらえるかな？やば。お年玉、お年玉。好きなもの買っちゃおうかな。キモいねお前。41歳でこんなロン毛の見た目して親戚一同おる前でお年玉ってキモすぎるやろ。お前が払う番やから今度は情けない。俺じゃないよ。え？めい。めい？メイが歌ってて可愛かったよって話。あ、そうなん、うん、あ、ごめん、勘違いして、お前や思ってキモいねんとか言って思いっきり叩いてもうたわ。ダメだよ。あ、メイが歌ってたのね。そう、去年俺が歌ってたのを真似してメイが、ね、去年お前が歌ってるやないかい。お前が歌ってるからメイ真似して、お年玉って歌ってんねやろうが。いや、続きがって可愛いから。続きが可愛いの、うん、メイの。お年玉、お年玉、今年はいくらもらえるかな。ちっちゃい女の子やと思ってくださいね。お年玉、お年玉、続きが可愛いんでね。好きなもの、こっからね、買っちゃおうかな、うん、住民税払っちゃおうかな。お前やないかい。払っちゃおうかなやないねん。払っとけ、そんなもん大人やねんやったら。じゃあクイズ、クイズ、クイズ。メイか俺かどっちが売ってたか。いや、今ぐらいの問題って簡単やで、うん、いくよ、うん。お年玉、お年玉、今年はいくらもらえるかな。ここもええわ、おい。かわいいパートか知らんけど。続きからでええって。お年玉、好きなもの、買っちゃおうかな。うん、チョコクレープ、買っちゃおうかな。むちゃくちゃ簡単やん。チョコクレープやろ、うん、メイやん。俺。お前かい。税金納めてないやつ、甘味食うな。もうええわ。どうも、ありがとうございました。猫に鈴のお二人です。ありがとうございました。お座りください。すいません、失礼します。来ました。やっぱりもう面白いですよ、はい、本当にこれか。笑っちゃったんだもん。猫に鈴、いやいや、めちゃくちゃ嬉しかったっすよ。赤ちゃん本当に、はい、先週ラジオで、はい、話題になったんですけども、いや、聞かせていただきました。聞いた、はい、うん、あんな出していただけるとは、名前を。ありがとう。ありがとうやないよ。ないんだよ。先輩やの。だってさ、前さ、検索ちゃんネタ祭りの時とかさ、そんなんじゃなかったじゃん。前説やってたりとか。そんなんちゃいました。うん、そうだったっけ。いや、やばい。こいつらが定まってねえの。迷いが。大丈夫なの、このネタだけで収めといた方がいいんじゃない、こういう時に出て。こういう時、ひなたでもこういう感じ、今。いや、今、最初だけです、うん。この序盤ですぐやめるんで。やめるの？すぐやめちゃうの？折れます。赤ちゃんだってラジオは何回かあるの？呼んでいただいて、出させていただいたことあるんですけど、うん、すぐ辞めてます。辞めるんだ。絶対辞めちゃダメでしょう。あ、そうです。そうですよね。あ、辞めてる、辞めてる。いや、辞めてる。本当にでも、はい。うん。わかった、頑張るー。なんだよ、それ。いつ頃ですか？赤ちゃんになったのは。赤ちゃんになったの1年前ぐらいですね。はい、1年前に赤ちゃんになったと。病院行ったの？いや、病院に行ってない。普通に、まあなんかその、可愛くなりたいから、うん、それの究極ってやっぱ赤ちゃんだから、赤ちゃんに、なだ。なれなれなれんだよ。なだ。うん。何、うん、何言えないまが、まが怖い赤ちゃんなんかおらんやん。間を収めてるやんか。まが怖い人の言い方で言うわね。今不安になってたから。まが怖いのは大人やで。赤ちゃん。こっちに赤ちゃんなんだ。うなねんと。ごめんなさい。赤ちゃん最初に来た時の山源さんの反応はどうだったんですか？ね。ついにっていう感じではあったのに。いや、なんか可愛い子ぶるのは、あった時からずっとそうなんですよ。そうなんで、なんか可愛いキャラクターみたいなやってたんですよ。うん、なんか漫才の冒頭で、ふぅ、緊張するーとか、ちょっとぶりっ子寄りやったんですけど、やってたんだ、ね。はい。それを飛び越えてったんで、ついに来たかっていう。来るとこまで来たな。来るとこまで来た。来るとこまで来たよね。はい。そうですね。なんかあるの？こう。道具みたいな。
赤ちゃんの。あ、一応、今日持ってきたんですけど。小道具？はい。哺乳瓶があって。ちょっと待って、何今のプシューって音、俺哺乳瓶から聞いたことない。プシューって言ったらビール、何それ？これレッドブルー。誰がいるんだよ、哺乳瓶に。カフェインたっぷりの。そうか、俺の振り方が下手だったのか。なんて言えばこれ出してくれたんだろう。いや、ちょっと僕もわかんないし。わかんない。僕もこれ見た2回目なんですよ。お腹すいた。お腹すいた。もうね、お腹すいたね。じゃあちょっと待って。具体的に何これ。これ、レッドブルー。美味しいよ。もう出した時点で終わってるんですよ、多分こいつの中では。飲むのくだりはなかった。やるということに重きを置いてですね、後のことはもう考えてないので、とりあえずやる期間。ね。ありがとうございます。ちゃんと照れてるよね。いや、まあまあ、恥ずかしい。いやいや、全然恥ずかしくない。恥ずかしかった。恥ずかしかった。いや、恥ずかしくないよ、全然。赤ちゃんだもん、だって。赤ちゃん。君は赤ちゃんになったの？まだ覚悟が決まってないからなってないで。縦のただを見ています。まだ、こっちまだ山源なのにさ、せめてなんか縦のとかさ、縦ならでは、縦のただを見なの？そうですね、赤ちゃん。もうクリエイターに見えなくもないんだけど、ね、ね、いや、そうですね、はい、だからもう本当の普通のね、普通に空手の型とかさ、うん、特技も全部変えた方がいいんじゃないですか。これ確かにこの空手の型はおかしいよね、赤ちゃんの監視とかさ。どこと趣味 YouTuber の監視ですね。その時まだ赤ちゃんじゃないから、うん、なんかその YouTuber をなんかよく見てて、なんかそのちょっとまあ尖ってたんで、尖ってもいたんです。監視してたの？監視してました。はい、監視ってどういうこと？ね、いや、なんかその、お笑いっぽいことやってないかなとか、うん、その、YouTuber のくせに、みたいな、その、そういうのを見てました。こいつお笑いっぽいことでやってるなっていうので、はい、とかで捕まえてたんだ、それは。捕まえてました。でも猫に鈴で、今、赤ちゃんで YouTube やってんでしょ？あ、今やってます。はい。それで、コンプライアンスに引っかかるかどうか、橋本弁護士に質問したんでしょ？あ、そうですね。なんで質問したんだっけ？いや、その、なんか結構、なんか、うん、その、僕、ちょっと、説明がなくなっちゃうんですけど、うん、ペッちゃんっていう友達がいて、パピプペの、ペッちゃんっていう友達がいて、うん、そのことを、まあ、YouTube の動画の中で、うん、なんか、こう、ホームランを、まあ、一緒に協力して打てたみたいな、アプリ、野球のアプリをやった。ゲームね。ごっそりそこがなかったんで。その、わけがわかんなかった。何か協力してホームランを打って、何だろうと思って。例えてんのかなと思ったけど、そうだよ。野球のホームラン。野球のゲーム。野球のゲーム。それで、緊張してる？そりゃそう。赤ちゃん。まあ赤ちゃんが緊張してる。なんで赤ちゃん緊張してるの？おっぱいチュー恥ずかしがってるじゃん。恥ずかしがってないよ。恥ずかしがってるやん。じゃあそれで、うん、ストッパー外れてないじゃん。じゃあ、外しちゃおうかな。外してくれよ。外しちゃおうかな。ストッパー、ストッパー。赤ちゃんのストッパー、外しちゃおう。ストッパー、ストッパー。恥ずかしがってるやん。何がやねん。全部お前がやり出してるの。耐えられなくなってるじゃん、もちろん。で、あ、そう。それで、なんか、ペッちゃん？ペッちゃん。ホームラン打った時に僕、赤ちゃんホームランっていうテロップを入れてたんですよ。動画にね。動画に。うん、ちょっと一回言ってください。意味は分かんないですよ、誰にも。赤ちゃんホームランっていうのを入れてたんですけど、やっぱペッちゃんと、うん、まあ、その、まあ、協力して打った時あったんで、うんうん、ペッちゃん、赤ちゃん、共同赤ちゃんホームランっていう、うん、テロップを入れたんですよ。うん、そしたら、うん、共同赤ちゃんはダメだろ、みたいな。コメントが来て、ちょっとびっくり、なんかその、なんでだろうと思って、うん、なんか怖くなっちゃって、うん、橋本弁護士に相談しました。なんかそういう、わかんないけど、なんかあるのかなと思ったんだ、ね、なんか、共同親権の時に、なんかね、そっちの、ね。言われてたから、はい、ああ、そういうので、なんか怖くなっちゃったんだ。怖くなっちゃいました。はい、でも赤ちゃんで別にやってること自体は別にね、うん、まあ、大丈夫、そういうキャラクターだから大丈夫だと思うんだけどね。橋本弁護士は何て言ってたんですか、それに対して。大丈夫じゃないって。
時間赤ちゃんだったくせにな昔は弁護士でもね弁護士でもね弁護士で言えど、いや、よかったですね、はい、安心しました、安心して、とりあえずね、はい、とりあえず安心してよかった。本当の赤ちゃんの時はさ、どんな赤ちゃんだったの、ちっちゃい時の赤ちゃんって。今から、もう40年ぐらい前ですよね。41年前。いや、もう本当にみんなに可愛がられて、うん、はい。赤ちゃんそういうもんや。で、なんかもう、その、女の子に間違えられるような、うん、はい。本当にやっぱ可愛いんだ。可愛かったんだ。そうですね。姉が二人いて、うん、53歳と52歳の、51歳の姉がいるんですけど。ちょっと離れて。そんな可愛がられるね。それめちゃくちゃ可愛がられましたね。赤ちゃんになりたいってか、女の子になりたいの？別に男の赤ちゃんだっていいわけじゃん。うん、いや、そうですね。なんで髪を伸ばす必要があるの？その。いや、でも女の子の方がより可愛いんで、ああ。はい。女の子の赤ちゃんになりたい。やばいやつだね。なんか、ここ、いつもたまにこの掘ってったら、女の子の赤ちゃんって言い出したらお客さんがちょっと引っ込むって。ちょっと怖くなるっすよ。そうね。はい。あ、ここまでかなって思うね、ちょっと、ね。ここまでだったんだって。楽しかった時間はここまでだった、はい、お付き合いはここまでですってなるんですよ。それではまたって皆さん聞いていくんで。掘るの怖いわ、それ。それ受け入れられてきてんの？だんだん、その、ここに。そうですね、はい、でもなんか、その僕あの今ライブでおしゃぶり加える時があって、おしゃぶりこのあのちょっと買った場所で、どこで西松西松通報されるぞ一人でそんな会議ってこれを加えると悲鳴が上がっちゃうんですけど、これ以外はあの受け入れられて、これとよだれかけ、はい、しかも時間がすごいかかるんですよ。1分ぐらいかけてすごいのが見れるかもしれないとお客さんが予想してくるって振り返った時にあのよだれかけとおしゃぶりでふーって、ね、やるのでああみたいな分かんないんですよ、全部が怖くなっちゃう、なんでやかして終わらない、もうでももうこれはやめられないでしょ、これはちょっとやめれない、やめられないですね。はい。どうするの成長していくの赤ちゃんが。赤ちゃんのままでいくのか。ここってやっぱりね、ポイントで、ね。いや、そうですね。今まあ、その赤ちゃんをやってから1年ぐらいなんで、今1歳なんで。1歳なんだ。はい。今1歳です。去年から生まれ変わったみたいなことですね。生まれ変わって、はい。1歳なんですよね。1歳になったんで。まあ、そのまま、うん。本当だって喋れないじゃん。1歳。いや、そうなんですよ。0歳児は喋れなかったんですけど。うん、あうわ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 う。散々喋った後に、ね。てっちゃんが言うてたよ。よくわからん話はしてたけど。うわうわうわって言われる身にもなってくれよ。大変だね。いや、大変なんすよ。大変だね。いや、こいつ自体が、うん、多分何をしてるかをまだ分かってないから、うん、言われたいツッコミとかも多分まだないんすよ。俺もそう思った。なんて、わかんない、ね。なんつったらいいんって聞いても、うん、とか、その、裏ではやめてくれよって、二人で。いや、ああいう時どう言ったらいいん、うん、みたいなのを聞いた時も、わかんないとか言うから。都合のいい時に、何もちゃんだって。はい、何も、あの、ダメな大人なんですよ。何も進んでないです。この、こいつがこれになってから。タイタンの人とかはどう思ってんのよ、それ。メールね。本当に。そうなんだよ。もういっぱい。いっぱい来てるよ。あ、でもね、意外とね、はい、なんか山源に質問が。うん、なんてやったら、ね、赤ちゃんに質問するのは怖いのかもしれない。じゃあ、僕、うん、通訳みたいな今一番の質問するの怖いのが、石丸さんと赤ちゃんだった。赤ちゃん興奮ね。赤ちゃん興奮ね、赤ちゃんに。何言っても話ならんの。いいんじゃないですか、赤ちゃん。赤ちゃんに、そうだね、うん、フロキャスさん、赤ちゃんになってから事務所の対応は優しくなったと聞きましたが、本当なんですかという。いや、これ、なりましたね。え、なったの？はい。事務所の対応が。前までやっぱり、立野の言うてることなんて、誰も耳を貸さなかったんですけど。もともと。もともと。でも今は、マネージャーさんとかも、赤ちゃんとか言って、なんかちょっといじり方が、間口が広がったというか、とか、今日は元気みたいな、元気みたいなんで、でもそのトーンをやり続けたら、立野が普通になんか打ち合わせとかしてても、意見言ったら、うーんってちょっと聞くとか、優しくなってるよな。優しくなりました。あの、その事務所で YouTube の動画とか撮った後に、その、使わせてもらってありがとうございますって言ったら、頑張ったねって言ってくれました。中国人の人みたいなの違うよ、ね、全員にバカにされてる赤ちゃんへ質問です、うん、中介さん、はい、3つちょっといるんで一気に読みますね、はい、好きな食べ物は何ですか、好きな色は何色ですか、うん、パパとママどっちが好きですかって、
赤ちゃんの質問だからね。はい、好きな食べ物は、おかゆで、好きな色は、赤。パパとママどっちが好きですか？もう、どっちも好き！もうええってお前。お前。じゃあ、散々やってきてたやん、こんなんとかも。なんでお前は見つけへんねん、これの正解を。1年前ぐらいから振られてるやつ。おかゆってね。何風邪ひいてんのか。この年で言うおかゆは柔らかいものを体調崩してるのかな、離乳食みたいなことを言いたかったんでしょ。そうですね、離乳食も出えへん大人だ。赤ちゃんの知識が乏しいからさ、いやでも不安になってくる。勉強せえやお前。なんか努力したの、この赤ちゃんを今、はい、例えば誰かの赤ちゃんを抱っこさせていただいてきましたとか、なんかそういう。あれ、赤ちゃんは結構見るようになりました。この町の赤ちゃん。それ普通に。普通にもう、お前が見てんねやろ、ロン毛のお前が。見るな、ね、見るなよ、あんま赤ちゃんと。知らん赤ちゃんとかは。お母さん怖いから。どういう動きしてる。赤ちゃんね、本当の赤ちゃんに迷惑かけて。赤ちゃん勝手になるのは勝手だけど。ダメだよ。いやということでもうね、人間としてのルールなんだから気をつけて本当に。お時間ですけども、うん、猫に鈴からお知らせありますか。いいですか、はい、ちょっと最近2人でネットラジオを始めたので。ネットラジオやってんの。はい、いいじゃん。猫に鈴のねえねえあのさっていう、うん、はい、その中ではもうちょっと普通に、うんうん、普通に喋ってます。赤ちゃんもやりつつですけど、やりつつもね、はい、うん、本当の盾のがそこにいるので、立野がネタ作ってるのが面白いよね。そうなんですよ。だから俺もこいつにあんま偉そうには言えないんですよ。なんやかんや言うんですよ。立野が作ってるんだもんね、ネタ。それ面白いよね。赤ちゃん夜間はスペシャルイベント、日本放送開局70周年有楽町笑顔になーれステーションを開催。有楽町の日本放送本社と JR 有楽町駅前広場で番組の公開生放送やイベントなどを実施します。肩肝炎の課題、50万円から3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者のおよそ5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方もご相談ください。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後にこの給付金には請求期限があります。準備期間も必要ですので、まずはあなたも給付の対象か今すぐご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属。続いてはハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さんお願いします。はい、こんにちは。お伝えします。箱根の岡田美術館で夏の恒例イベント、朝ヨガが今年も行われます。場所は岡田美術館の屋外で、風神雷神図の大壁画の前、箱根の涼しい朝の空気の中でいつもとは違うヨガが体験できます。日程は7月21、28、8月は4日、18、25日までのすべて日曜日です。時間は朝6時40分から受付開始で、講師の方によるヨガレッスンは7時15分からおよそ1時間ぐらいです。参加料金は中学生以上1人2000円、美術館の招待券とミネラルウォーターがついていまして、ヨガマットの無料貸し出しもあります。事前申し込み制で、もう申し込みどんどん来ているんですが、各日程でまだ間に合いますよということです。今岡田美術館では特別展東海道53次で旅気分が行われています。
この作品の中から子ども向けと大人向けの塗り絵が用意されまして、7月20日から塗り絵コンテストも行われます。朝ヨガの申し込みなど合わせて、詳しくは岡田美術館夏休み企画のホームページをご覧になってください。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さんは居酒屋でまず何頼みますか、注文するときって。あの料理ですか。はい、料理ですね。やっぱりあの、うん、焼き鳥の盛り合わせ、うん、塩、タレとかね、両方合わせて。あ、両方いいですね。はい、 ありがとうございます。火曜日から15日月曜日祝日まで横浜赤レンガ倉庫で開催。ハワイアンフードはもちろん T シャツやハワイアンジュエリー、雑貨などのショッピングでハワイを。続いて東武野田線鎌ヶ谷そば野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。今日午前9時40分ごろ、福岡県神田町にある UBE 三菱セメント九州工場に停泊中の船で爆発があり、7人が病院に搬送されました。警察や地元消防などによりますと、爆発があったのは工場の岸壁に停泊していた全長およそ60メートル、およそ500トンの船で、積み荷が爆発したとみられます。男性7人が病院に搬送され、少なくとも3人が重いやけどを負ったということです。警察によりますと、船舶には土が積まれていて、扉を開けた際に熱風が吹き出したといい、火災は発生していないということです。東京オリンピック・パラリンピックの大会運営事業をめぐる談合事件で、東京地裁は今日、独占禁止法違反の罪に問われた広告大手の博報堂に求刑通り罰金2億円の判決を言い渡しました。一連の事件で法人として起訴された6社のうち判決は初めてです。また同じく独占禁止法違反の罪に問われた博報堂 DY スポーツマーケティングの前社長横溝健一郎被告57歳は懲役1年6ヶ月執行猶予3年としました。判決で東京地裁は、独占禁止法違反で有罪が確定した大会組織委員会大会運営局元次長の意向に沿って、博報堂が受注調整を試みたと指摘し、他の事業者との合意によって入札票は今日午前、最大の支援団体である連合の吉野智子会長と党本部で会談し、東京都知事選挙での敗北に触れた上で、次の衆議院選挙で政権を取ることに全力を尽くす考えを伝えました。総選挙は総選挙で、やはりこれは都知事選とは手法も構図も随分と変わってくるものですから、あくまで我々は国民の生活を守るための政権を作るためにですね、全力を尽くしてまいりたいというふうに思っております。一方、吉野会長は衆議院選挙で共産党の支援を受ける候補を連合は応援しない方針を改めて表明しました。おしまいに、文豪夏目漱石や俳人の正岡子規も通った愛媛県松山市にある国の重要文化財道後温泉の本館が今日およそ5年半ぶりに全館で営業を再開しました。道後温泉の本館は今年が改築から、as I want.